土井頭で落としてキープしている。シュートを打てるか。まだあります。左へクロスは合わせた。まずここで土井が持ってキープ。後ろに横山がいました。その横山から左に岩渕、グラウンダーのクロスに飛び込んできました。杉潤、さあ土井へ通るかどうか。後ろにこぼれたが久保がいる。仕掛けて左足のシュートだ。決まった。久保藤次郎です。横山から土井です。さあ土井が行く。土井、土井のシュート、これもキーパー後ろに弾いて、後ろにそれてそのボールがゴールに吸い込まれていきました。中原がもう一度上げていく。さあポケット取れそうだ。折り返して高さの勝負となります。シュート決まりました。ゴール。思い切って蹴り込んでいきました。松橋の右足見事に決まって、相模原先制。かなり時間を取りました。左隅読んではいましたが、先ほどのシーンです。ギリ落ちてきてチブが折り返す。ゴールの正面、うん、ジャストミート、押し込みました。ここでボールがこぼれてチブがクロス、ジャストミートできなかったところを最後つないでいく。シュートにいった。2点目。つないでつないで、貴重な2点目。ボールを追っているのは19番の岩渕、そして追い越す動きを見せていくが、ここはディフェンスの対応かわしている。左足のシュート、先制いわき。落ち着いて左足一閃。ボールネットを揺らしてみせました。木村、ゴールに向かってくる。決まった。同点ゴール。9番有田光輝、ディフェンスとゴールキーパーの間、ドンピシャのクロスを頭で合わせてみせました。9番の有田光輝。これもカットする長谷川、さらにはここから、そして左サイド薄いも上がってくる。さあボールが前に入ったぞ。そしてこのボールをどうだ、打っていくがどうだ、こぼれていった、決めた。詰めていたのが松本、ビクトル、これを弾きました。アディショナルタイムはプラスの1分です。1点を追う松本、ニアサイドまだある。さあどうだ、キーパーとどうだ、いいんです。ヘディングで注目しましょう。残る時間はほとんど残っていません。高いボール、シュート決まったか。決まった。決め切った富山、最後に大きな仕事をしました。ボレーシュート、ワンバウンドをさせてコースが良かった。インサイド、大外から、そして三打へ、ゴール前に3人待ちます。うん、決まったましたが、そこをうまく体入れていきました。そして水谷、デューク、ワンタッチ、もう一回デューク、中2人入る、デューク運ぶ、クロスボール、ファーサイド、スリング決まった。1番の森川のゴール決まって2対0とリードを広げた AC 長野パルセロ。佐々木、つないだ近藤、そして佐々木持っていって、右足シュートだー。その前に2人3人、佐々木のプレスにあってキープをしようとしたんですが、そしてボールは渡った、大野だ、大野のシュートだー、決めた、同点富山。栗山のディフェンスをしっかりと体でブロックして最後フィニッシュ。佐々木陽です。下げてここに川西、仕掛けて大野だー。
は